水の流れ長い花譜戦争後、市川の町外れに勃居したことから、以前麻布に住んでいた頃よりも、東京へ出るたびたび、隅田川の流れを越して、浅草の町々を行き過ぎる折が多くなったので、おのずと忘れられたその時々の思い出を繰り返して見る日も、また少なくないようになった。隅田川両岸の眺めが昔とは全然変わってしまったのは、大正12年9月、震災の日で東京の市街が焼き払われてから後のことで、それまでは向島にも土手があって、どうにか昔の絵に見るような景色を見せていた。見めぐり稲荷の鳥居が遠くからも望まれる土手の上から斜めに水際に降りると、竹屋の渡しと呼ばれた渡し場の桟橋が浮いていて、浅草の方へ行く人を今戸の川岸へ渡していた。渡し場はここばかりでなく、枕橋の二つ並んでいるあたりからも、花川戸の岸へ渡る船があったが、震災後菓子通りの人家が一帯に取り払われて、今見るような公園になってから琴問橋が架けられて、これは今戸へ通う私と共に廃止された。上流の小松島から橋場へ渡る渡し船も、大正の初めには早く白髭橋が架けられて乗る人が亡くなったので、現在では隅田川に浮かぶ渡し船は、どこを眺めても見られなくなった。私はこれらの渡し船の中で今戸の私を他所のものより最も興味深く思い返さねばならない。なぜかというと、この渡し場は今戸橋の下を流れる三夜堀の川口に近く、岸に上がるとすぐ目の前に松千山の道雨と樹木がそびえていたゆえである。しかしこの道雨は改築されて今では風致に乏しいものとなり、崖の周囲に茂っていた老樹もなくなり、丘の上に立っていた戸田茂水の古碑も震災に砕かれたまま取り除けられてしまったので、今日では今戸橋からこの丘を仰いで、切れ凧の夕越え行くや松千山の句を思い出しても、昔味わったようなこの辺りの町の優雅な趣を思い返すことはできない。昔松千山の丘の下には一筋の細い町があって、両側に並んでいる店付きの質素な商店の中には、今戸焼きの陶器や川魚の佃煮を売る店があって、この辺り一帯の町をいかにも名所らしく思わせていたが、今はセメントで固めた広い道路となって、トラックが砂煙を立てて走っている。また、今戸橋の向こう岸には、慶陽寺という古寺があって、ここにも樹木が生い茂っていたが、今はもう見られないので、震災前の昔を知らない人たちには、何の趣もないバス絵の道路としか見られないようになったのも最もである。平坦な道路は三夜堀の流れに沿って、吉原の土手をも同じような道路にしたのみならず、そのあたりに残っていた寺々をも大抵残るものなく取り払ってしまった。昔からの伝説は、全く消滅して残るところは一つもない。今戸橋を渡ると広い道路は二筋に分かれ、一つは吉野橋を渡って南千住に通じ、一つは白髭橋のたもとに通じているが、ここにガスタンクが立っていて散歩の興味はますますなくなるが、昔は神明神社の境内で梅林もあり、水際には小柄な形の石灯籠が立っていたが、今は石炭を積んだ荷船が幾層となく繋がれているばかり。橋向こうにある昔ながらの白髭神社や水神の祠の眺望までを何やら興味のないものにしているのも無理はない。向島の堤防はこの辺りまでも平らに地ならしされて、同じように自動車やトラックの疾走するところにしている。百花園は白髭神社の背後にあるが、貧しげな裏町の小道をたどってわざわざ見に行くにも及ばぬであろう。昔土手の下にささやかな門を控えた長明寺の道雨も今はセメント作りの小家となり、境内の石碑は一つ残らず取り除かれてしまい、牛の御前の社殿は琴問橋のたもとに移されて人の目にはつかない。核のごとく向島の土手とその下にあった建物や人家が取り払われて、
その跡が現在見るような向島公園と呼ばれる平坦な空き地になったのだ。これは荒川の下流が放水路の開通とともに、いかに険悪な天候にも決して氾濫する恐れがなくなったためかとも思われる。吉原の車外にあった二本堤の取り崩されて平らかな道路になったのも同じ理由からであろう。実例としては、明治43年8月に起こった水害の後、東京の市民は幾十年を過ぎた今日に至るまで、一度も隅田川の水が上の下屋の町々まで氾濫してきたような異変を知らない。その代わり、河水はいつも濁って済むことなく、時には周期を放つことさえあるようになったのも、ことに一理あれば一概ありで施すべき道がないものと見える。浅草の観音菩薩は、河水の周期を厭わぬ参詣者にのみご利益を与えるのかもしれない。私は、こととい橋や吾妻橋を渡るたびたび、眉を潜め鼻を覆いながらも、昔の追走を喜ぶあまり、欄干に身を寄せて、濁った水の流れを眺めなければならない。水の流れほど、見ているものに、言い知れぬ空想の喜びを与えるものはない。薄く曇った風のない秋の日の夕暮れ近くは、ここのみならず、いずこの川、いずこの流れも、見るには最も良き時であろう。江戸時代からの俗用にも、夕暮れに眺め見渡す隅田川というのがあったではないか。Thank you.